はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、ハイボールなんですが、またね、ニッカウイスキーのね、ブラックニッカのハイボールなんですが、今回はブラックニッカクリアのハイボール。なんか、似たような商品が結構ありますね、これね。この小さい缶のやつなんですが、アルコール度数が 9% と高く、高いと。で、前飲んだのが水割り。で、その前に飲んだのが、アルコール度数 7% のやつ。だから結構種類があると。原材料がモルトとグレーン。容量が 250ml。癖がなくて飲みやすいブラックニッカクリアを炭酸だけでスッキリ仕上げました。と書いてあります。それでは飲んでいきましょう。なんか結構種類あってよくわからん。こんなに種類作る必要があるのか。謎ですけど。そうじゃ、カンパー。ブラックニッカクリア。ほのかに甘い。そういえば、ブラックニッカの、あれはまだ出ないのか。なんだっけ。ハイニッカじゃねえや。スーパーニッカか。スーパーニッカの、ね。初号スーパーニッカ。復刻版。あ、てか今日発売じゃねえか。出ないのかなと思ったら3月の24日発売だから今日じゃん。今日買ってこよう。仕事終わったら。仕事終わったら買ってくっか。ついでに通常版のスーパーニッカも買ってくるか。まあ、飲み比べという意味で、ね。通常のやつも買ってくるか。そうだね。でも高いんだよな、スーパーニッカってな。スーパーニッカに値段いくらだったっけな。2000円ぐらいするよな。スーパーニッカ。値段は？スーパーニッカの値段がだいたい2200円ぐらいか。高いな、やっぱな。ん？初号スーパーニッカ復刻版が3000円だって、高え。3218円、高。高くね、ちょっと。やっぱ通常のスーパーニッカ買うのやめようかな。高。タッカ買うのやめようかな。まだあれ前なんだけど、給料日前なんだけど。給料日前なんですけど、僕は。きついな。まあいいか。まあこちら、スーパーニッカのね、水割りもあるんですけどね、どこにも売ってないんですよね。スーパーニッカの水割り。見たことないんだけど。ほのかに甘く。まあ。
前飲んだブラックニッカの、ハイボールに比べると、ちょっと、レモンっぽさがないから、うん。前のやつもなかったんだけど、忘れたんだが。まあ、いたって普通のなんか、ハイボールっすね。特に可もなく、不可もなく。うん。なんなんでしょうか、という感じですけどね。なんでこんな種類あるんだろうな。ブラックニッカハイボールっていうやつと、それが 7%。アルコール度数 7%。で、今のこれが 9%。そして、クリアウォーター。これ水割りですね。水割りが 9%。水割りが結構美味しかったけどな。うん。結構美味しかったですけどね。はブラックニッカハイボール。缶入りハイボール。だってさ、竹鶴ハイボールってやつも前飲んだけどあるんだよね。それもあって、ブラックニッカハイボール。あ、多分ブラックニッカハイボールこれ多分レモン入ってたんだ。多分。あ、レモン入ってるね。だからちょっと、うん。これはレモン入ってないか。となると、うん、ちょっとあれかもね。ちょっと、アルコール度数も 9% って高いし。うん。あ、これ一応、350ml 缶もあるみたいですね。まあ、見たことないけどね。まあでも、うん。別にまあ悪くはないかな。まあブラックニッカはストレートで飲むのは、ブラックニッカクリアはストレートではちょっと飲めない、ですね。ストレートで飲むと あまりにもちょっと、味の薄さが露呈するんで。それでいくと、やはりハイボールとか、で、まあ、もしくはコーラではあるか。うん。
うん、まあ、まあ、いたって普通でしょう。うん。特に、まあ、癖もないんで、まあ、初心者にはおすすめっちゃおすすめですけど、これ自体結構売ってるとこがないんで、うん。あんまりね、まあ、そもそもこれを買うんだったら普通にブラックニッカークリアを普通に買えと、いう話なんです。僕は特にない。甘みもまあ、普通ぐらい。香りもなし。香りもほとんどないな。まあ、おすすめはせんけども。まあ、まあ、別に、かもなく、不可もなく。っていう感じかな。2323です。ご視聴ありがとうございました。